皆様こんばんは、ユミティチャンネルです。本日私一人の夜なので、ちょっと寂しいなぁと思いながら何しようかと考えております。この日は旦那さんが夜いないので私一人です。多分旦那さん帰ってくるのは9時とか9時半ぐらいになると思います。それまで私一人なので、一人で夕食を食べて何しようかなという感じで考えております。ほとんど毎日家にいて一緒に夕飯を食べるんですが、たまーに数ヶ月に1回とかいない時があります。時間も時間ですので、もう夕方なのでビールをいただきたいと思います。やっぱりとりあえず夕方になるとね、冷蔵庫を開けてビールをいただきたいと思います。この日なぜ旦那さんがいないかと言いますと、バイブルスタディに出かけております。聖書の勉強会です。大体は昼間に行くんですが、時々夜も出かけていきます。普段私はあまりリビングにいることはないんですが、今日はもう誰もいないので、ちょっとリビングでくつろいでみようと思います。こちらは旦那さんの椅子です。ビールを飲んでいたらやっぱりおつまみが欲しいので、ちょっとおつまみ探しに来ました。こちらのチーズがね、ピリ辛で美味しいんですよ。ビールとチーズでいただきたいと思います。こういった一人の時間の時にね、英語の勉強すればいいんですがね、なかなかね、ほんとやらなければといつも思うんですがね、なかなかできてないんですよ。でもやらなければって、やらなければっていう言葉って、やりたくないことをなんかやらなきゃいけないみたいな感じで、ちょっとこれが良くないですよね。やっぱり、やりたいから英語の勉強したいっていう気持ちに変えないといけないんですよね。そういうのはどうしたらいいんでしょうねってね、ブツブツ言ってる間にやれっていう感じなんですよね。もちろんいろんな方の YouTube 見るんですが、たまたま私自分の YouTube、 自分のチャンネルを見てしまっております。でもこうやってね、自分のあのYouTube を見ると懐かしい思い出という感じで、これはこれでいいんじゃないかと思います。テレビの下にあるものを私は発見しました。こちらね、ずいぶんもうちょっと使っていないんですが、皆様にちょっとお見せしたいと思います。こちらだいぶ前に私ハマって作っていたものです。そうなんです、ピアスなんです。こちらアクセサリー類を作っておりました。こちらの石見てください。すごく綺麗じゃないですか。これね、あのすごい触り心地がね、とってもいいんですよ。見て触ってるだけでもね、なんだかね、いい気分になります。ちょっと久しぶりに作ろうかなと思ってやってみたんですが、やっぱりこの日はやめました。こちらね、本当にね、目も疲れますし、肩も凝りますし、首も痛くなりますし、意外とね、大変な作業なんですよね。でも一時期ハマった時はね、すごいやっていたんですよ。で、あの、折り紙とかを使ってピアスも作ったりしていたんですが、それをね、なんかアメリカの方とかに受けるかなと思って、こちらなんですが、折り紙を作ってコーティングをして、で、ピアスを作るんですが、これをちょっと売り出そうかななんてね、思った時期もあったんですが、何気に時間もかかるし、いやー、これはちょっと大変なんじゃないかということで、中断して、最近ではもうほとんどやっていないんですが、でもまたちょっと作り出したいと思います。一人夕飯っていうのはね、意外となんかどうでもよくなったりしますよね。でもなんか食べた方がいいし、ちょっとお腹も空いてきたので、こちらを発見しました。
私はですね、どちらかというとやっぱり魚とか魚介類派なんですよね。お肉は嫌いじゃないんですが、どちらかというとやはりシーフードが大好きなんです。そして旦那さんはやっぱり肉派なんですよね。これがまた正反対です。この時ね、ちょっと外ですごい大きな音がしたので、何があったんだろうってね、ちょっとブラインドを開けて覗いてみました。それではエビ料理をしていきたいと思います。だいたい私エビ料理と言いますと、レモンペッパーでただ炒めるという感じになりますね。本当にね、バリエーションがまあないんですが、でもこれが一番なんか好きなんですよね。そしてちなみにチキンとかもレモンペッパーで味付けすることが多いです。このシーズニングね、もうチキンとシーフードとか結構何でも合うので、うちは大活躍です。エビを作っている間に次の飲み物をいただきたいと思います。次はやっぱりウイスキーいただきます。ウイスキーのお話になるんですが、ウイスキーはカロリーが比較的低く、糖質ゼロ、プリン体オフのお酒なんだそうです。加えてエラグ酸やリオニ、レシノールなど美容と健康にいい影響を与えるポリフェノールも含まれているそうです。またウイスキーの香りを嗅ぐと副交感神経が優位になってリラックスもできる点もメリットなんだそうです。これをね、私 Google で見てからウイスキー派になりました。その前はもうほんといろいろ何でも飲んでおりました。ワインも日本酒、焼酎もう何でもね。でもこれをね、見てからウイスキー飲むのが多くなりました。とはいえですね、毎晩飲んでたり大量に飲んでたりしたらやっぱりね、体に悪いですよね。お酒も何でも全てやっぱりほどほどがいいですよね。そうこうしている間に料理が完成しました。レモンペッパーシュリンプです。これね、ほんとあっさりして結構美味しいんですよ。お酒にも合います。そしてね、エビを食べていましたらなんか野菜が食べたいなということで野菜を探していたんですが、フレッシュ新鮮な野菜が見当たらなかったのでね、冷凍でなんかないかなと思ったらね、ありました。冷凍アスパラを発見いたしましたので、これね、でもどうしようかな、レンジでチンしたらいいのか、そのまま炒めちゃったらいいのか、ちょっとよくわからなかったんですね。で、とりあえずレンジでチンしました。こちらはバター炒めで塩コショウで簡単に炒めようと思います。私ね、ちょっと冷凍の野菜ってあんまり信じられないというか、いや信じられないというかではないんですが、私は田舎のね、本当に野菜が豊富なところで育ったものですから、新鮮な野菜で育ったわけですよ。冷凍の野菜っていうのはね、ちょっといまいち冷凍してからその後の料理はどうやっていいのかっていうのがちょっとわからないんですよね。で、このアスパラはまあもともと冷凍のものを買ったんですが、なんかね、まあ美味しくないといえばちょっと失礼ですけれど、まあそんなにね、美味しい感じが なかったんですよね。そしてね、それだけじゃちょっと物足りないということで、これはね、残り物の、ガーリックパスタ、ペペロンチーノを、これまたちょっと温めて、そしてこれでいただきたいと思います。では、夕飯も完成しましたので、一人でゆっくり夕飯いただきたいと思います。一人の夕飯っていうのはね、結構久々ですね。やっぱりいつもね、誰かとご飯を食べているっていうのは、それだけで、本当ありがたいです。こうやって夜一人で家にいると、いろいろ考えますよね。妄想とかします。まあ私の中ではね、イメージトレーニングって言ってるんですけど、イメージトレーニングいいらしいんですよ。アスリートの方とかもね、やってるらしいんで、私も真似してイメージトレーニングをしているんですが、まあアスリートの方とね、まあ普通のライフスタイルのイメージトレーニングはちょっとだいぶ違うと思うんですが、まあそこはね、ちょっとお許しください。はい。そして私のイメージトレーニングはね、
日本に帰って自分たちの食べる野菜とかを作りたいんですよ。野菜を作ったりですね、味噌を作ったり、漬物を漬けたり、今まさにね、私のお母さんがやってるようなことをやりたいんですよ。まあね、これはね、旦那さんとも話していますんで、旦那さんもね、その辺は了解してくれているんです。一緒にもちろん帰るんですが、農業って体力勝負じゃないですか。体が資本になってくるので、やっぱりね、健康管理、あとはジムでエクササイズ、そんな感じでイメージトレーニングをしております。こちらダパンクさんの USA を見つけてしまいましたら一緒に踊りたくなったのでね、ちょっと踊らさせていただきました。これね、画像と音楽ね、流したいんですが、著作権の関係で流せないのがちょっと残念です。意外とダパンプさんと合わせて踊っておりました。こちら次はね、荻野目洋子さんのダンシングヒーローでしょうか。確かダンシングヒーローだったと思います。これもね、またサイドブレイクしてるみたいで出てきたんですよ。なので一緒に踊らさせていただきました。ねえ、本当にね、自分ではキレキレに踊ってると思いきや、こうやって後で映像で見てみると全然キレッキレじゃないですよね。ほんと失礼いたしました。こんな感じで寂しいかなと思ったらね、意外と楽しい夜になっちゃいました。本日も最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまたの動画でお会いしましょう。